はい、えー、ゲームコレクターの酒館です本日は2021年3月4日作館学院ゲームコレクター部スタートです、えー、この配信はゲームコレクターの酒館が毎日25時から約30分間 ブワッチでえっ、ー、とゲームの話をしている配信です。チャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄にね、僕が関わっている Kindle 本へのリンクがありますので、ご興味のある方またはご支援の <laughs> 僕のえっ、ー、とコレクター活動にご支援ご賛同いただける方はぜひ Kindle 本を読んでください。またお仕事の連絡はいつでもお待ちしております。ということで今日の予定はえっ、ー、と,、えー、とネオジオポケットの話がえっ、ー、と上海ミニですね。 でその後ちょっと前回からペースが速いんですけどまたレビュー報告を5タイトルやって最後に本日の記念日ゲームという流れで進めていきますということですが今日ね本当はちょっとレビュー報告でそこにレビューに差し込むためのタイトルをいろいろとねこうプレイしようとしたんだけど <laughs> プレステ4の本当は昨日も言った通りでなんかコントローラーがいきなり調子悪くなってなんか よくわかんんないんだけど、L 1ボタンが押されっぱなしになってるような現象が起こり始めてうん。でどうも L ボタンが押されっぱなしの時には他のボタン操作が効かないような状態になったりとかたまたまやってたのがアドベンチャーゲームでちょっとそうあの床に置いてた時に振動はしたんだけど。 それで L2 が壊れるのは分かるんだけど L1 壊れるのかなって、ね、ちょっとねそこが大問題なんですけど <laughs> まあでそうだからえ他のゲームあそのプレイしてたゲームはなんか L1 がちょっとあのショートカットキーみたいになっててあの L ボタンを押した時と何かを組み合わせるとねあの なんだ、こうオートプレイになったりとかいろいろ機能をやるやつだったんで、そのボタンが押されっ押した状態になるとキー、ショートカットキー画面に変わってでも離して元に戻ると、ペッパ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 ッって切り替わるようなね恐ろしいことになって、あとまその間切り替わるだけだったらいいんだけど、押されっぱなしの状態になるとその状態から動かないからオートプレイが先に進まずこうゲームができないし。 かといって押されっぱなしになってるのは自分の操作では何にもできないから結局もうそれ以上プレイができないっていうね残念な状況になったんですよねまあそんなことで、えー、まあ <laughs> とりあえずあのコントロールあまあちょっとちょっとあの PS4 のねデュアルショックを買うのはちょっとつらいのでちょっとね予算的に 今すぐっては辛いので、ちょっととりあえず、あの、なんだ、優先系のものをね、とりあえず注文してみました。はい。まあ、届いたら多分それもレビューに反映させるかなというところなんですが、まあそんな感じですね。ということで、えー、っと、今日のね、えー、っと、ネオジオポケットの話は、えーっ,とえー、っと、1999年の7月29日発売ですね、えー、っと、上海ミニです。 はい上海ミニ。ということでねあのー、まあ SNK のねネオジオポケットはあの一応こう半年以上経ってやっとこうデータイーストというねサードパーティーが参入してこうマジカルドロップを出してくれたけどもねあのパズルボブルパズルボブルは SNK ブランドだし プよプよ2も SNK ブランドだしって、まあそういう状態について、じゃあ、上海はどうだって話なんですけど、まあ上海っていうと、基本的にはほら、3電子さんがあのアクティビジョンとね、契約して、こう、いろんなところ、ハードで出したりしてるんですけど、まあその一方でね、えー、と例えば、えー、PC エンジンだとハードソンが出してたりとか、あと、そうね、 ゲームボーイでも、まあ、後に3電子からも出るんだけど、その前には確かハルケンから上海出てるんですよね。だからこう、別にあの3電子が出す必要もなく、他の会社がこう契約してやってる場合もあるんですけども、まあ、じゃあ、じゃあ、あの、エネオジオポケットの上海ミニはどうかというと、やっぱり SNK のブランドなんですね。まあ、アクティビジョンのね、あの、ロゴは入ってるんですけど、やっぱり SNK なんですよ。ということでね。<laughs> またもうこう、多分、 そもそものその通信ケーブルを使って遊ぶことができるとかね。その辺を活かすパズルゲーム。まあ,あとはこう。1人でじっくり遊べるとまあ、そういうところを多分 snk なりにこうネオジオポケットにこう求めたんでしょうね。まあ、その結果、こうパズルゲームみたいなのが流れが連発する中で、まあ定番タイトルの上海も snk から出るという <laughs> ことになってしまいましたと。 裏面何が書いてあるかっていうとシンプルだけど奥が深いパズルゲーム「上海ミニ」登場、えー、積まれた、えー、積まれた灰の山から同じ絵柄の灰を2つずつ選んで消すだけの簡単パズルクラシック・トーナメント・ダイナスティの3つのゲームモードを搭載ということでねうんまあそんぐらいの説明なんだけど、まあ、上海だからね まあ上海どこまで行っても上海だからねうんまあ一人で黙々とやるタイプと通信って,、まあ、っていうかコンピューターと対戦してまあ通信もできるっていうところとあとそのステージクリアまあまあ一人であ違う通信のゲームとしてねプレイするにはまあ万全というところですよね。 まあファミコンとかでも初期の頃から通,し通信じゃないや対戦プレイとか入ってたと思う協力かな、まあ、入ってたと思うんだけどねまああのゲームボーイのね確かハルケンの最初のやつは通信がなくただ黙々プレイだった気がするんだけどまあただこうじやっぱ78年経ったね時期に出る上海だと携帯ゲーム機でもまあいろいろなモードが求められたというところなんじゃないかなと思います。 ということで、えー、っと、あの、ネオジオポケットでどんなゲームが出てたか気になる方は、ぜひ、Kindle 本のね、ゲームコレクター作家のアン,ポアンコンプリートネオジオポケットカラーをよろしくお願いします。ということで、今日もレビュー報告なんですが、ちょっとね、レビュー報告は、まあ、今後いろいろと動画を作るために、まあ、こういう方向性がいいのかなっていうところが、結構レビューに反映してる。 けどもまあその前に普通のレビューのところでや、もうこんな感じかな。まあとりあえず、えー、っと、ソードアートオンライン、フェイタル・バレット。まあ正直僕ソ、ソードアートオンラインってそのアニメとか見てないんで、正直ゲームでしか関わってないんです。ゲームをプレイすることしかね、体験してないんですけど、いつもあの、キリトが主人公で、 でまあ、いつもの仲間がワイワイいるっていうところを何作かプレステ4でも遊んでまあビータとかでもね遊んでるんですけどまあだからなんとなくこうあ、まあ今回はこの舞台でキリトたちがあのやるんだストーリー楽しむんだそうすると僕が知らないけども過去のエピソードをこのキャラクターとでワイワイやってるんだでこういうこういう流れが見えたんだけどこの作品に関して言うとキリトたちのグループはいるんだけどあくまでもプレイヤー自身は新規 ユーザーしかもなんかえっ、ー、とその幼なじみの子がこうそのゲームをある程度やっててそこにこう景品目当てであの誘われるわけですよちょっと一緒に行って手に入れたらあのその時の景品が欲しい商品が欲しいみたいなだけどもいきなりオープニングでプレイヤーの僕の方がねあのその商品を手に入れちゃってさあどうなるかみたいなそういう感じの オープニングなんですけどだからプレイヤー自身の名前を最初入力して始めてその見つけたまあ、実際のアンドロイドみたいなロボットがいてそいつの名前も入れるんだけど僕もすごいふっかり勘違いしててあのまあそのなんだ幼なじみと一緒にこのゲームの世界に入ったんだけどなんかもう一つ中の仮想空間のゲームの中にこうロのロボットを操作するような勘違いしてしまって同じ名前連発で入れちゃったせいでこう。 あのご主人様的に言うそのロボアンドロイドと僕の会話で両方とも同じ名前になってるというわけわかんないと思うんですよね。<laughs> まあそんなわけないのにやってしまってちょっと後悔したんですけどまあただなんだろうこうあのまあアクションゲームでも何でもこうイベントのね絡ませ方っていうのがやっぱりこういつも気になるんですよ。要はこの一本道のシナリオの中で サブシナリオをやるときにサブシナリオの会話と本編シナリオの会話が会話なり行動の整合性がどうなってるかみたいなところで割とそのなんだろうあの RPG とかだと、まあ、複数のミッションを持ってる時にもあんまりその一つ一つのミッションに対して細かいストーリーを入れないわけですよ入れるとなんかこの A の行動と B の行動を がこううなんだろう一生懸命やってなかったのにすごい一生懸命やってるふりそこだけ会話になったりとかねなんかちょっとこうプレイヤー自身の気持ちとゲーム内のキャラクターのこの行動がなんか伴わなくてすごい冷めるんですけどこのゲームに関して言うとなんかイベントの差し込まれ方がえなんで今そのイベント入ってくるのみたいな感じになっててちょっとストーリー的なこところはポーンと飛ぶんですよだからそれがね個人的にどうにもこう ななんかかか納得いいいっていうかまあだからそういうところを見ちゃうとああやっぱりこうゲームファン向けっていうよりはこのソードアートオンラインというまあキャラクターっていうか原作っていうかそこの世界観っていうかまあそこの辺が好きな人向けのゲームなんだなっていうのは改めて感じました。あとあのなんかなんだろうがんで打ってそこにこうくるっと飛んでくみたいなねちょっとそういうアクションが入っててまあシューティング 要素があるんですよねでまあそれを使って、まあ、立体感のあるマップを先に進んでいくんだけどあのその一方でなんかマップにこうはしごがあったりしてねでプレイヤーはそのはしごに登れないんだけどでプレイヤー自身だけがその銃を使ってポーンと上に乗ったりしていくんだけどあとの仲間たちパーティーメンバーはなぜかそのプレイヤーと同じ武器持ってないはずなのについてくるからあ 他のキャラクターはあのはしごを登ってきたという設定なんだなとかね思考えてしまうとちょっと冷めちゃうんですよねなぜ冷めるかっていうとあのそういうのを見つけちゃうといつそこのはしごのところを他のキャラクターが登ってるかとか見ちゃうんですよでもああいうのってほら基本的にこう見てない穴のにパッと飛ばすっていうか、まあ、見てても飛ばすじゃないですか離れたらここにいるキャラクターのを消してこの辺から出せたりするじゃないですかその処理が入った瞬間に あ通信でマルチプレイしてる感覚をテイストとして味合わわしてるけども実際はそうでもないんだなってちょっとゲームの都合が、ね、見,見えてしまうとちょっと個人的にはうーんって考えてしまうんですよね。はい、まあ、そんな感じ で釣りで今更ながら「ペルソナ5」はい「まあ、ペルソナ5」も結構プレイ時間長いゲームなんだけど本当1か月最初に1か月ぐらいかなまあちょっとそういうぐらいのプレイしかしてないんですけど1か月もしてないかもしれない最初のイベントをクリアする最初イベント最初のダンジョンをクリアして釣りに行くぐらいまでのねしかプレイはしてないんですけどああペルソナだなって感じ要はその日々の生活学園生活があってまあ まあその後ダンジョン行ってまあね日常一日が終わるみたいなそのサイクルの中でこうある指定された日数までの間にいかにこう攻略していくかっていうまあところの作りがね、まあ、ただレベル低くしてるんで多分レベル高いともう少し引っかかりあるんだけどレベル低くしてるんでとにかく強くなって強くなってボーンと戦うみたいなね遊び方はしてるんですけどうんまあなんかこう3とか4はね まあ、もう、まあ、途中までしかプレイしてないんですけど、まあ、それ触ったりしてる中で、うん、やっぱりこういう根本の、ね、流れみたいなのは同じなんだなって思いつつ、うん、だからなんだろうなこうストーリーを先に行くっていう感じ よりりはまま年間じっくり楽しむみたいなね、まあ、ゲームの中のねそういうような感じの作りのゲームなのでやっぱりいつも通りこうまあドラクエとかねああいうタイプのゲームを望んでる人からすると合わないけどもそのやっぱりこうキャラクターをねこうキャラクター性とかねこの一体感とかそういうものを楽しみながらってところのまあ、ゲームだなとは思いましたであとはそのなんだあの 自分が捕まったところからこうストーリーが始まってでこう尋問されてる中で過去に戻ってそこでプレーで何かあるとこの尋問支援に戻ってみたいなそういう見せ方みたいなのがねちょっと映画的な演出っていうかね、まあ、そういうところもあるんで、まあ、ああ後々そこにたどり着くんだろうと思いながらプレイしていくってところにこうなんだろうこう興味がね あの継続されるっていう、まあそういう作りは感じたんですけども、まあとりあえず僕はそこまで行く前に撤退しましたけど、まあただ時間があればやりたいなというタイプのゲームでした。はい。で、次、こっからなんだよな。えっ、ー、と、これ、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D のアルティメット・ヒッツですね。まあ実際のところ、あの僕のは実際はこっちをプレイをしてて、 今回、比較用に廉価版を買ってみたんですけど、これ何が違うかっていうと、えー、っとまあ、そうね、これ気がついたのが、実はパッケージをヌンとかじゃなくて、パッケージは当然ね、あのいつも通りこのメインビジュアルが小さくなってるとかね、で、こう額縁があって、で額縁のこのシルバーにアルティメットヒッツって書かれてるようなところは、PS4 でも ビータでも同じ、まあ他の会社だと、例えば、まあ、例えばどこだ。まあ、どこでもいいんですけど、あの、大体、ニンテンドーハードとソニーハードだとこう、デザイン変えてたりすることもよくあるんですけども、まあ、スクエニさんは、まあ、これで統一してるんだなっていうのが、まあ、わかると。で、さらに、まあ、裏面見ると、まあ、基本は一緒ですよ。はい、一緒です。で、えっ、ー、とね、ただね、気になったのがね、コピーライトが変わってるんですよ。 どこだったっけなぁいやーこれねやっぱり長い時間楽し,まれてるに楽しまれてるにしても同じゲームなんでそこ変わるかなーってところがね変わってたんですよあったあったえっ、ー、とねこっちの通常版の場合だとえっ、ー、とコピーライト2012アーマープロジェクト えっとスラッシュバードスタジオスラッシュスクエニックスオールライトリザーブドこれはまああのホリーさんの会社で鳥山明さんの会社でスクエニって感じの順番ですねここは同じなんですけどこの後にもう一個も rc があって高う一致すり山って入ってるんですよただこの廉価版の方ねにはあのここはね 杉山工房に変わってるんですよ <laughs> まあどうでもいいのかもしれないけどあこんなところ変えてんだってそういうのが一つありましたまあ当然ながらねその関係上このラベルにもねコピーライトあるんでこれでこうナンバーが変わってるんですよ、まあ、印刷物のナンバーのチェンジですよねなんですけどそれ以外にもちょっとね驚くことがあったんですよ驚くでもないないあのー 通常版でプレイを始めようとすると初めてその本体に差し込んでプレイしようとすると今だとアップデートが求められるんですよ。だけどもこっち番こっちレンカ価版の方でプレイしようとするとアップデートが求められないんですよ。で何かっていうとすでに ROM がアップデートされてるんですよこれ。ゲームによっては同じものが入っててあのこう。で 等しくアップデートするるから同じっていうのがあるんだけどこれの場合だと、あこっちとこっちで ROM のバージョンが違うんだって、これね、今はね、あの今プレイするときにアップデートするから同じなんだけど、これ20年後、30年後に、例えばこれが中古で流れてね、<laughs> わかんないけどどうしてか <laughs> で、誰かがこれ手に入れて、じゃあ 3DS プレイすよってときに、もう任天堂がね、3DS の,あの、ね、サービスを やめてたたとしたらこうアップデートでできないわけですよそうするとこっちでプレイするのとこっちでプレイするのとプレイ感覚が変わるというねこれは昔のファミコン時代の例えばモエロプロ野球の初期版のバントヒットバントホームランが4番バッターが打ってたのが後々なんか打てなくなるロームになるというかそういうような違いをあの今はねアップデートするからか感じられないんだけどその違いをねいずれ こう、差を感じられれるる時代がいいつか来るのか来のもしれないなまあそういうようなねまあ、ロマンではないんだけどそういう違いがありましたはいで次えー、っとこっちからいくかこれね動物の森ハッピーホームデザイナーのアミーボセットこれねアミーボが入ってるんですけど まあこれね普通ソフト、まあこれちょっと普通常版ねこれソフトのサイズより細いんですよこれこうやって入ってるんですねまあ実際のソフトはここに入ってるからこれなんですけどでまあアミーボがあるでしょでアミーボも通常のアミーボってここにのベロがもう少しでかくなっててでこっちにフックがあるんですけど ちっちゃくなってんですよ。だから、このパッケージに合わせたサイズに作り直してるんですよね。作り直してるこれ用のサイズなんですよ。うんだから、通常のアミーボだと当然ここにバーコードがあってピッてやって単品で買うんだけど、ここはバーコードないんですよ。だから、これは任天堂のえっ、ー、と通常版と限定版。まあ、要は通常版のパッケージが限定版に入ってるかと思ったら、実はあのバーコードが内箱でした。みたいな方式と同じ。 タイプのね作りなんでこれは多分これ単品売りはないんですよただあのこの限定版っていうかこのアミーボプラスに入ってるこの通常版相当のパッケージあのこのパッケージには普通にバーコードが入ってるのねだからこれ再販版がまんま入ってるんですよだから n i n にしては珍しいタイプの作りなんですよでねさらにややこしいのがあのこれね あのハッピーフォームデザイナーの初期版っていうのは実はここにこういうマークがあってまあこれ,これ違う明らかに違いますよね。これ何が違うかっていうとこれアミーボカードが入ってます。でしばらくして再販版になるとアミーボカードが入ってないバージョンが出るんですよ。ということでねまあこれはだからこのバージョンが切れた後の再販版のバージョンが。 このアミーボプラス、アミーボセットの中に入っていると、まあそういうような構成になっています。で、ちなみに、この、まあこれ、これはちょっと今回とは別の話なんですけど、このハッピーホームデザイナーっていうのは、あの,あの、アミーボを読み取る機械との同梱版ってあるんですよ。で、あっちのバージョンを買うと、まあ当然同梱版なんで、ちょっとこの外側の箱がもう一個あるんですけど、それに入ってる、この、 通常版ねこのカード入ってるこのデザインのやつはここにねセット打ち箱って書いてあってねあの別物なんですよだから僕はねなぜこれをね買ったかっていう最初の目的はこれのこの打ち箱バージョンかと思ったんですよまあ要はこのバージョンもう一個、まあ、その辺に置いてあるんだけどあるんですけどだから同じあの別箱バージョンとしたらあ もしかしたら動物の森ハッピーホームデザイナーの箱って 4, 4タイプあるのかなってこういうねひらめきから買ってみたんだけど実は同じものでしただから3タイプでしたってまあそういうことでねなかなかこうコレクター的にこうねあの攻めていくとねいろいろと新しい発見がありますねと、まあ、そういうような話だったりします。 ちなみに、このアミーボですけど、多分ねあの Wii U で発売されて、あの動物の森の,あのボードゲームあるじゃないですか。あれは、ケント君と横並び2人で入ってるやつなので、また違うケースのバージョンがあるんですよね。まあ、そういう、あのちょっとコレクター泣かせだな、ニンテンドーは、みたいなね、ところです。で、さらにもう一個、これ最後に、えっ、ー、と、「太魂達人、チビドラゴンと不思議なオーブ」です。はい。 で,こちらなんですけど廉価版、ね、でまあ通常版当然あるんですけどこれねあのよくこれを通常版を中古で買った場合にバチが入ってないみたいなね当た,り前なあ当たり前じゃないな、まあ、入ってない場合もあるんだけどこれ何がバチがあるかっていうと、まあ、こうやってバチが入ってるんですよ。こうねバチが入ってるんですけど まあ,それはまあ当然バチ以外にこの箱が入ってるかとかこのビニール入ってるかとかもねコレクターさん的には気にすると思うんだけどまあそういうのがねこの廉価版になるとね入ってないんですよ。こんな残念ながら入ってないんですよ。ね。だからあのまあとりあえずバチが欲しいと通常版買いましょうなんですけどちょっと今気になってるのがここのね製品コードのところがねここ無印なので、ね、通常版はね無印なんだけどこの廉価版はここ2なんですよ。 でさらに言うとここにねあのバチ運に対する説明がねここにあるのに対してこっちバチの説明ないんですよ。でちょっと個人的に今睨んでるのがこれとこれの間にもう一個バージョンがあるんじゃないかって話です。で多分それにはバチが入ってないバージョンの通常版なんじゃないかなと思うんですよね。これは推測でしかないんですけどでちなみにこれなんですけど <laughs> あの。 えーっとね。電子トリス電子マニュアルを見たらね。なんかどうも。ダウンロード版と同じあの電子マニュアルが入ってるんですよ。だからどうも電子マニュアルを見ると、これ通常版のパッケイカートリッジなのに、なんかダウンロード版のようなマニュアルまあ文面のね。バニュアルが入ってるんでまあ、多分そういう対応。して でまあ、ダウンロードのね販売が開始された頃の再販からこうねこれとこれの間の再販版っていうのがあってでそこではダウンロード版と共通のマニュアルが入ってるっているのは僕の今推測ですまあこれが実際どうなってるかわかんないけどこれはね今後進められればいいかなと思っていますはいということでね今回もレビューを、えー、と5件やったのでこれで今年のレビュー数が70になったかな ということでね、あのサクサクとね、またこう、あの細かいところのチェックをしていこうかなと思ってるんですけど、まあ、ここら辺のね、話をね、こう、なんか YouTube とかでちょっと作り込んだ、作り込むまではいかないけど、なんか短い動画でね、こう作っていければいいかなと、個人的に思っております。まあ、<laughs> まあ、今思ってるだけで、まあ、要は、この配信、ね、生配信も、まあ、まあ、誰もいない時も、 当然一人で喋ってる場合もあるんだけど基本的にはねどういう動画を作っていくか考えながらやってるつもりなのでねあの YouTube に,こうに上がってる動画、まあ、この時間まで見る人多分いないと思うけど見て 見る人がいたたとしたら多分ねそのいいねとかね悪い,いねとかそういうね評価じゃなくてまあなんかどういうね動画がいいかとか、ね、コメントいただければいいのかなと思います。まあ読んで見てこの時間まで見てる人いないと思うけど。はいということで最後ね本日の記念日ゲームなんですけども、えー、と1986年の3月4日に発売されたサーカスチャーリーがね、えー、とち,ょうどちょうど35周年になります。 まあ、サーカステアリー自体はもともとコナミが出してるタイトルなのでその後の,、ね、そのレトロゲーム系のものをこう寄,せ寄せ集めじゃないな <laughs> いっぱい集めてこうなパッケージ化してるようなタイトルだと、まあ、コナミの,、ね、あのシリーズタイトルの中にこうサーカステアリーが入り込んでるんですけどこの頃は、ね、これはファミコン版はソフトプロから発売されてるんで、まあ、ちょっとねあのなんでって今思うとなんでって感じです。ただ当時は この1年前とかにもプーヤンがハドソンから発売されてたりしてるんでまあコナミも別にこう全部自社でやろうっていうよりはいろんなとこにこうライセンス出してやったんだなぁとまあそういう時代なのを感じますでちなみにねまあいつもこれネタとして話してるんだけどえっと「君は名人」っていうこういうのをねあのコナミのサーカスチャリーをソフトプロが出してで「君は名人」ってまあ言っててねなんかこう コナミと高橋名人とかハドソンとかこういうところの関係性がこうぐるんぐるん想像できてしまうのは僕だけでしょうか <laughs>。ということで以上作艦でした。おやすみなさい。